俺はもう、うちの父の場合は、その、帰って戦争の話一切しなかったけどな。うん、で、その宮崎さんがやっぱり戦争行っちゃうんだよ、真っ白にな、うん。で、その時に、戦争の話もな、まあ、チロチロしてくれたね。で、それしてくれたっていうのが、その、したくてしたってなるけど、まあ、アメリカ人のそのぐらい中流がいたから、別に。うんうん、冷やそって、その冷やそうな話からな、お前とくま、白人のヒゲってのは、まあ、日本のヒゲの硬いのだめじゃねえよ、本当は晴れないみたいなヒゲ生えとってなって、もう髪そりゃきれいと、トゲがきれいな、それからずっと話が進んで、その戦争の話だったな、父ちゃんって、うさんが言うだったな、父ちゃんも戦争行ったなったら、うん、ちょっと、戦争なんかいいもんじゃねえぞっていう話し出したな、もう一番印象に残ったのが、やっぱり、もう敵がおらんの分かって、笑かし、あれしてくると、あの、余裕が出るっつかな。で、まあ、隊員がバラバラであちこち、落ちとね、やっぱ、悪とするんじゃん、女に。ほんで、女ももうそいつ先で知ってるでね。ほんで、知ってる場合と、日本人に犯されまうと思って、どうするか知ってるかって言うから、いや、ったら、そう、見たくんや、っていうんや。うん。で、大概日本人がな、わーってこれやろうと思って苦しんでね、バーってやる気はげたらさ、ふんまみれだ、やる気がなくなるからな、うん、で、それでな、そうやって蹴飛ばして帰った、うん、中にヒグマが手の頭きてから、その女をバーッと打ち殺す、うん、中におるやな、やっぱな、だからな、そうクソって蹴飛ばして帰るようなレベルだったな、頭きて打ち殺すのするんだよ、やっぱり。どれがほん、それも本当なんやな。だけどそれが全体ではねえよな。全体じゃねえよ、全く。だからそこは難しいところでな。そうなんや。だからうちの親父もな、あった、十分に会うのがあったんかいって聞いたことあるんや。だからな、いや、あったぞ、うちに、うん。それはな、なんで、なんですかね、いや、わしがその、ね、寮に帰ったらな、うん、女の子が3人か4人かな、うん、泣きよったっちゅうんや。それで、土下さんからって言ったらな、いや、裁縫の仕事があるけんって言ってからな、連れてこられたっちゅう。そ、うん、したら、そういう、あそういうやつだっちゅう。おやじはお金を渡して、うん、その女の子みんな逃がしたい。ああああ逃がしちゃって、金で逃がしちゃったし。そしたら、後から上から相当怒られたし。だけど、なんて言うかな、いろいろ、おやじは変な人間だろ。おやじはなんかな、うん、ある程度筋は取っちゃうんだよ。うん、変なこと、妙なこと。筋取っちゃうとか、やっぱ一番人間らしいやっぱさ。うん、なんかお金をな、ほんで、戦争やけんな。本当にお金が欲しいで、こう、気を飲む俺やな、うん、それで騙されたら子もおる、うん、だけど、どれが本当か嘘で、いや、もうまずいっちゃうんだよ、まずいっちゃうと思うわ、どれだけ量が多いかどうかって、もう戦争だけ、うん、そういうことやな、分からんと思うよな、だけど、どれがいいか悪いかも分からんしな、結局、まあ、だから、うん、いいことはねえよな、その土地にさって、さ、そうなんです、例えば金払ってやっとったにしてもね、やっぱり半分はもう調達やからな。三件、それがいいか悪いかじゃねえよ、うん、戦争になったらそれになるってことはな、知らんてかんね、知らんてかん、ここが一番大事なんや、うん、もうな、うん、そういうめちゃくちゃなことがいいとか悪いとかいう判断じゃなくて、戦争になったらこうなるんだいっていうことをな、うん、今の人間知るべきよ。だってこの時代だったの、うん、ロシア兵がもうね、ウクライナの女性を領着したって話がもうポンポン入ってくるやろ、もうだけどな、あれもな、情報戦でな、そうかも本当かもわからんねえからな、うんうんうん、でもいや、全部はね、うん、全部さないと思う、うん、そう、一部あるよ、うん、でも結局そういうことよ、うん、そういうやつもおるはずや、うん、絶対、うん、日本でもそんなやつもおるし、うん、助けるやつもおるしっていうか、いや、特にな、うん、あのロシアがね、金でやつずる傭兵が抜けたから、傭兵はもうあれがひどかったらしいよ、うん、アフガンかでもすごかったらしいよ、うん、もうその国のこととか考えてないけど、金やから金だけだな、うん、何でもやるから、うん、戦争になったらこうなるもう今度のウクライナのあれよくわかるやん、もう戦争になったらもうめちゃくちゃになるんや、うん、でもう前にも言ったけど、今のデネスキーか、うん、デネスキーか、うん、あの民衆に兵隊を持たせた、うん、もうあれを見た時に俺はもうあの大統領の能力のなさを分かった、うん、でめちゃくちゃになると思って、うん、もう民衆も何もかも巻き添えになってな、うん、あの泥沼になるっていうのはもうすごく分かった、うん、それは何かって親父の話聞いちゃうけ、うん、だけ
前にも話したと思うけど、親父がこう中国の中で進行していくよ、どん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 、うん、で入っていくとな、なんかのどかな風景があるんよ、この、うん、あの日本と日本中ってな、うん、田んぼがあってから女子供がこう入れたりしてるんですよ、うん、だからいやいやのどかな風景やなぁなこと思うて、うん、どん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 行くと後からその女子供が鉄砲持ってな、うん、襲われる、うん、でもう挟めるうちでからな、もう全滅されるっていう、うん、そういうの話を聞いて、ほって、なんか女子供撃ったら悪いとかなんか言ったら、全部殺、全滅させられる、全部殺されるわけ、うん、まあ、はっきり言った、うん、それはもう、わゆる実際そこでやっちゃう、なんか実感でな、話ができるな、さらけん、民衆に鉄砲持たせたら悪いねん、うん、でそれはもう国際法に違反しちゃうよ、確かに、うん、兵隊しか戦われんねん、それを電熱機が民衆の中に鉄砲持って、うん、民衆もまあ自分の国を守らんたいという善意でな、うん、あの正義感というかな、うん、国の愛国心やな、それはそれで分かるんで、うん、それは大事なことやけど、でも民衆をそれにすると、うん、もう結局民衆国になっちゃう、人国みたいな、分からんやろ、だからロシアから考えて、うん、民衆がそれ持ったら敵兵も民衆も分からんやん、で当然民衆は、うん、そのな普通の生活の中で生きてるんだけ、そこで落とすな、うん、爆弾もソ連になって、うん、兵隊ごっちょのとこだけ兵隊売るわけねえやね、うん、どんなこと今回みたいなめちゃくちゃになる、うん、そうそう、俺はだけどな、もうそういう戦略に関してはな、うん、一切もう残酷だよ、俺と思わね、うん、親父の話聞いちゃうけ、いやいや、そう戦争だけもう生き残るためには何をするかもわからん、うんうんうん、だから原爆さえ落とすかね、そのことは国際条約ともだんだんそのなんていうかな、全くもって無力な条項もあるってことや、もういや、もう全く無力だ、親父は、親父の話聞いたらもう全く関係ない、だから民間人をね、うん、にその銃を向けたりね、うん、そういう残酷な行為はしちゃいかんっていう、うん、あれは条項入ってるだな、うん、だけどロシアにしてみれば関係ねえや、もう関係ないですけど、もう現実で、ね、民間人に鉄砲渡したら、うん、民間人も敵や、兵隊、うん、自分を守るためには、うん、民間人が鉄砲持ってくれたら殺すやろ、うん、でも親父の話を聞くともう全て納得する、あのお酒のデンスキーはな、民衆に渡したのは子供にでも大丈夫だってね、女の人に渡したけどな、うん、あれはその兵士として採用するっていうのと引っかにやってるようなことと同じ意味があるんじゃないか、でも、うん、それはそこだけの理屈や、うん、どうしたからするともう民衆に渡したとしてや、うん、だけどな、もっと言えばな、プーチンに言わせたらな、何回も言うかと、戦争になったらそげになるんやけ、戦争にさせんっていうのが一番大事だよ、これがもう当たり前のことやけどな、今度はコロナと一緒やじゃん、俺なんか常にいろんなウイルスに感染してな、最近感染してるのよ、無理することはできんのよ、俺なんかいつも戦えるよ、でもその戦いを本格的なな戦いっていうかな、激戦地にさせんために抑えんとあるんよ、だけど抑え込ませんかったら発症する、血栓漏れしそうなんよ、抑え込まれんかったら発症してしまって痛い目に遭う、うん、